こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フリーランス個人事業者、向けのですね、動画になります。コロナ対策100万円ですね、給付金とですね、補助金両方申請受け取りが実はできるんですね。意外と知らなかったっていう方も多いと思います。僕もね、友人からですね、伝え聞いた、教えてもらったものなんですけれども、中小企業や、個人事業主、そしてフリーランスへの、持続化給付金100万円、これは経済産業省が、給付金としてねやっているもので、これは多分もうほとんどの、事業主の方はね、申請したと思います。それとは別に補助金です。給付金と補助金、この違いがあります。この100万円が最大ですね、最大100万円が受け取れる可能性があります。そして一般型とコロナ型の違いっていうのも簡潔にね、説明していきたいと思います。もうね、多分全部説明すると2時間超えてしまうと思いますの で、意外と知らないね、フリーランスや個人事業主の方がいたので、動画でね、ちょっと情報シェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、ですね、まずエビデンスとしてですね、こちらですね、日本商工会議所ですね、こちら令和2年度補正予算の中で小規模事業者持続化補助金です、給付金ではないです、補助金のコロナ特別対応型ということで、実際に、検索するとこういったね、日本商工会議所のページですとか、中小企業界とかね、そういったところでのページが出てきますので、ぜひこちらは見て、いただきたいですね。こちら応募の前提として、サプライチェーンの、既存への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備、これは後で、説明しますので、ね、このいずれかに一つ以上に投資に取り組むこととかいう形で、経営計画を、ね、策定すると、こちらもちょっと後で説明しますので、まず給付金とは、ね、持続化給付金とはまた別でマックス100万円もらえる可能性がありますので、ぜひねこちら聞いていってください。さあそれではですね、持続化給付金は経済産業省からの、給付金です。名前がね、補助金と給付金なんですけど、ちょっと似てるんですよね。で、持続化給付金は国からのね、給付金ですよね、給付です。で、対象となるのは、前年同月比の売上が 50% 以上減少すれば、ほぼ全ての方が給付を受け取る、ね、ことができるということで、こちら僕ももうすでにオンラインで申請を、済ませております。で、多くの、フリーランスや個人事業主は100万円給付と、ね、なる可能性が高いですので、あと申請の、ね、ハードルも、高くはありませんので、必ず、申請を、しておきましょう。説明欄の方にですね、僕 の、 オンライン申請の方法ですね、こちらと、あと、注意点の方を、URL 載せておきますので、ぜひ参考にしてください。さあそしてこちらですね、地域の商工会、僕の場合でしたら沖縄なので、沖縄県、そして、沖縄県中部に住んでますので、その中部の、商工会の方に問い合わせをしてるんですけれども、小規模事業者、持続化補助金、補助金です、ね、補助金です、あくまで、ね、そういった制度があります。で、持続化給付金とは別に受け取れます。ここをぜひね、持続化給付金申請して、ね、100万円で申請したので、ちょっとこれは受け取れないんじゃないかという方いらっしゃると思うんですけど、ちゃんと僕、商工会の相談員にも確認しましたし、ちゃんとね、ホームページ、公的なホームページにも明記されてますけれども、別です。別に受け取れます。そして、注意したいのは、一般型、ね、この、持続化補助金は、一般型とこのコロナ型というのが、あります。で、それぞれ補助、金額がね、異なりまして、一般型は最大50万円と。最大50万円です、一般型。で、コロナ型は最大100万円ですね。はい。一般型っていうのは、これまでもね、こういった補助金があったんですよ。例えば、フリーランス、個人事業主、中小企業、そういった方たちが商工会に、相談をして、今こういうふうなビジネス、事業を行っているんだけれども、これから販路拡大したいとか、設備投資したいとか、もっと、売り上げを伸ばしたいっていうのをこう相談して、商工会の方で審査をして、じゃあ、この、計画であれば、補
補助してもいいねっていう形での一般型はこれまであったんですね。ですけどこのコロナ型は今回 の補正予算、令和2年度の補正予算で決まったものでして、でコロナ型とついているので、まあ、このコロナウイルスでダメージを受けた事業とかね、あとはその、まあ、ビジネスモデルを転換すると、そういった流れになっているので最大100万円になっているんですね。で両方申請することができます。ただし所定の書類の、ね、提出ですとか審査が、あります。一般型とコロナ型の両方を受け取ることはできません。これはこちらですね、一般型とコロナ型両方は受け取れません。両方のね、申請を両方に申請出すことは大丈夫なんですけど、 どちらかが両方通った場合、どちらか一つを選択、どちらか一つをまあ、ごめんなさい、自分で取り下げないといけないわけですね。まあ、正直この中で見ると、やっぱり申請するなら100万円でしょうという形になりますけど、僕もこちらの方がいいかと思います。これ金額の問題ももちろん大きいんですけれども、まあ、これがちょっと説明していくんですが、コロナ型はですね、自分のビジネス事業スタイル、ビジネスモデルを転換していくと、スタイルチェンジをしていく必要があるんですね。まずは地域の商工会に問い合わせをして、事業計画書やその他諸々の、ね、書類を提出しなければいけません。そして、審査の後にこの補助金額が決まってくるわけですね。でこの審査は本当にそのこれまでの相談員と一緒に、まあ、書類を作っていくという形になりますので、あとはそれぞれの、ね、事業のスタイルがありますし、計画書はもう全員違うわけですので、まあ、こちらも書いてある通り多少時間がかかり、締め切り、ね、申し込み締め切り日も あるんですね。でこの締め切り日はですね、今直近では、5月15日だったかな、もう過ぎてるんですけどね、次の締め切りが僕の地域では6月5日でした。僕も今6月5日の申し込み締め切り、筆着ですね、郵送で送るんですけど筆着になるので、それに向けて今準備をしている段階ですので、早めにね、最寄りの商工会の方に相談、そして申請の準備に、ね、取り掛かった方がいいですね。商工会に入らなければいけないというわけではないですね、はい。そして今ですね、国はテレワーク設備投資ですとか非対面型ビジネスへの移行を推進しています。これちょっとまた別動画でも撮っていきたいんですが、これがコロナ型の補助金額が多い主な理由となっていまして、あなたの事業を、この非対面型の人と接しない、ビジネスモデル、もしくはテレワークをね、推進するための設備投資に当ててくださいという、もう一つは、まあ、そのこれまでの、コロナで売り上げが減少したとか、そういったものにも一応当てられるんですけれども、一番はですね、やっぱここの転換、この転換をしっかりとできるという方でないとコロナ型は難しいかもしれません。そういう今お店はあって、自分のね事務所を持って、もうどうしても対面じゃないとできないビジネスであれば、一般型の方を選んだ方がいいです。でももし、まあ、私も今ライブ配信、YouTube、それが主になってくるんですけれども、非対面型の、ね、ビジネスへ、移行をすでにしていったわけですね。でもそれをどんどん進めていくと。そこへの設備投資、並びに、推進を、ね、していくということで、このコロナ型を一択で、行った方がいいということで、やっていくわけなんですけれども、なので今実際にフリーランスでいろんな仕事がありますけれども、こういった非対面型ビジネスへ、ね、移行したいという方はですね、ぜひ僕 の公式 LINE ありますので、説明欄に載せておきます。ぜひ連絡いただければ相談乗ることですとか、まあ、質問などね受けておりますので、ちゃんと私本人が返信しますのでね、ぜひぜひ連絡してみてください。でこれまでの、ね、ビジネスモデルの転換を、ね、前提とするんですけれども、そこは、ね、最寄りの、商工会の相談員の、ね、方の、助言力を、ね、借りつつ、一般型か、ね、コロナ型か、まあ、両方申請はできるんですよ、まあ、両方、ね、申請書を作らないと書類を、ね、用意しないといけないんで、非常に手間がかかるんですけどね、決めた方がいいですね。僕は相談してコロナ型一択にしました。で最大100万円を目指して今は、ね、取り組んでいるところです。
さあまとめていきます。国からの、ね、持続化給付金と各都道府県商工会からの、ね、補助金を最大限受け取れられたら、まあ、200万円になると最大上限ねいうわけですので、今この非常に厳しい時期を乗り切るための、費用になるんではないでしょうか。で申請が、ね、やや、煩雑なのと、まあ、事業スタイルね変えていく必要が出てくるので、もうしっかりと考えていってください。急にね変えると言っても計画書の中でね弾かれる可能性はありますので、本当にしっかりとね考えて、このまま非対面型に移れるのかどうか、それとも対面型でなければもうしかね対面型でないといけないということであれば、そのぜひ相談員に聞いてみてください。そして一般型でもね最大50万円となりますのでね、この今危機を乗り越えるためにはね、何としてでも補助をねしてもらった方がいいかと思います。はい、ですので僕も正直ウェディング演奏対面型のねビジネスがもう大打撃で9割以上10割近く、なくなってしまった。今年もね本当に復活するかどうか、分かりませんので、こうしっかりと取り組んで、ね、自分のね足場ね固めていきたいなと思ってますので、ぜひ共にね、この危機を乗り越えていきましょう。はい、ということでね、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。何かあればねぜひ公式 LINE の方、連絡いただければと思います。その他ねこういったコロナの対策ですね、その費用に関する件、補助金給付金に関する動画もね、シェアしていきたいと思いますのでね、ぜひフォロー、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。